はい、皆さんこんにちは。アイジャリしてるピンクピンクのケイちゃんです。今回もねこのピンクでやっています。次回次の動画ぐらいからまたイエローケイちゃんに変わるかもしれません。ちょっとまだ分かんないけど選択可愛いかなみたいな感じです。どうでもいいんですが、今回の話題なんですけども、私もこのチャンネルを通じてですね、何回か、決して宣伝ではないんですけども、ある方のですね、この経験問題に関するブレないご意見というのをですね、私もチャンネル登録させてもらってですね、毎回見させてもらってるんですけども、著作家のですね、上山拓英さん、のですね、が、またご自身のチャンネルで、ちょっとね、経験問題に関して動画をアップされておりました。私もね、毎回ね、先生がアップされるたびにですね、実はね、毎回ちょっとね、これ皆さん聞いた方がいいですよ、みたいな形でね、決して別に宣伝してるわけじゃないんですけども、もう私はこの経験問題で、こういうようなですね、ブレないご発言をされてる方っていうのは非常にね、やっぱり限られてるんで、やっぱりね、こういうような正論というかですね、そういうブレないご発言というのはやっぱりね、どんどん拡散されてほしいなというのが、やっぱりね、心情としてはあるので、例えば今回のね、上山先生の話だとか、あるいはもう篠原さんのね、そういうような動画とかですね、というような気持ちで、やっぱり正論がやっぱり世の中に拡散されてほしいっていうことがあるので、ちょっとね、毎回ご紹介させていただいている限りです。でですね、今回もその上山先生が、新しくですね、ご自身のチャンネルで話されてまして、詳しい点はね、また先生のチャンネルをですね、ちゃんというか動画をね、また URL 貼っときますので、概要欄にね、それでちょっとクリック、すればすぐに見れますので、今回はね、17、8分ぐらいの動画でしたけどね、ご覧になってもらえればなと思います。で、ちょっとだけね、触りだけちょっとお話ししますけれども、今回はですね、ちょっとね、やっぱりね、と思った点はですね、俗に言われるこの KK の結婚に関して、KK 息子と M 子さんに関する結婚に関してですね、要は結婚の擁護派がいますよね。もう未だにね、こいつらなんで擁護するのかってよくわかんないんだけど。特に地上波のコメンテーターとかね、そういうのはもうある程度のね、結局ある程度もう言っちゃうけど、売名行為があったりとかね、そういうようなことなんでしょうけども、いずれにしてもね、その結婚擁護してる連中のですね、論拠というか、それがめちゃくちゃですよね。そういったようなことに関してね、やっぱり上野さん言われてました、今回ですね。で、要は例えばですけども、ちょっと触りだけですけどね、要は結婚擁護派のことをですね、どうもね、M 子さんのおかわいそう理論ですかな。そういう言葉でね、表現されておりましたけども、要はね、皇族の方は自由がなくておかわいそうだよ、なんていうようなことを言ってたんですけども、要はそんなことはないでしょうと。別に皇族の方だったとしても、我々のような一般国民だったとしてもですね、おぎゃおぎゃって生まれてからですね、実際のその人たちの宿命っていうのがありますねと。で、宿命っていう、その宿命の中で、自分が果たさなきゃいけないような使命があったりとかで役割がある、そういった中でみんな生きてますよっていうことですよね。皇族の方だったですね、別にその、どこぞの三宅以外は、ちょっと言っちゃうけどね、どこぞの三宅以外はですね、皆さん、その皇族の方だってですね、天皇ご一家を中心に、その皇族の方としてですね、やっぱりその使命感を公務を通じて全うされるということに対してですね、使命感とやっぱり誇りを持って、ね、公務に携われているはずですよね。そういったようなことに対してですね、全くその自由がないとかっていうのは、それはまたおかしな発言だなというようなことだとかですね。一般の国民だってそうですよね。一般の国民がじゃあ 100%、200% 完全な自由かっていうのはそんなことないですよね。例えば、普通に会社員になったとしてもですね、上には上司がいるわけですよね。上司がね、それこそね、嫌なやつだと思ったってね、やっぱりね、お給料もらわなきゃ生活できないっていうことがあるから、それ完全に自由なんですかとかね。ちょっとね、例がね、ちょっと違いますけどね、ちょっとずれてるかもしれないけど、でもそんなようなことで一般国民だってね、100%、200% 自由かって言えばそんなことないですよね、っていう話ですよね。ちょっとね、触りだけ言ってきますね。あとはね、ちょっとね、今回その先生が言われてる中でね、あえてね、やっぱりね、触りのとこで、私もね、というふうにですね、やっぱりね、うなずかざるを得なかったという点ではですね、週刊誌のこと言われてましたね。
要は週刊誌のなんかガセネタみたいのをね持ってきてですね、それをもとにね KK もしくは M 子さんのことを批判するのはそれはお前おかしいだろうっていうようなことで、やっぱりそういう批判がですね結構上野さんのもとにも届くっていうことを言われてました。でそれはね、私はそうですよ、私もこのチャンネルを運営しててですね、まあ私のね、あのご登録者の方って、まあ、結構非常にお優しい方が多いんで、そんなことないんですけども、でもたまにやっぱりね、アンチコメント入ってきますからね。これどこのチャンネルでも同じだと思います。アンチコメントで、お前何言ってるんだとかね。たまにやっぱりありますよ。週刊誌でこういうこと言ってて、お前そのままなんかそのまま言ってるけどね、おかしいだろうっていうふうに言ってくる人もいます。私すぐブロックしちゃうから、関係ないんだけど。まあ、ブロックしたら関係ないんだけど、でもですね、やっぱりそういった意見、まあ、当然、日本だから、言論の自由、今、言論自由ないけどね。いや、言論の自由ないんだけど、まあ、一応、憲法上、言論の自由ありますから、そういったような観点から言ったってですね、まあ、そういうことを、まあ、言うのは別に自由でいいけどね、私なんか言われてもね、ブロックしたからいいんだけど、ただ、そういうようなこともですね、じゃあですね、この経験問題に当てはまったとき、じゃあそういうようなね、ありとあらゆるね、KK に関する疑惑が週刊誌を中心にバーッと出てますよね。で、それに対してですね、じゃあ、党の当人のですね、KK 母子がですね、それに関して一つでもね、反論を言ってきたことありますか？いや、反論言えばいいんですよね。もし俺、その疑惑がですね、そんなものね、はっきり言って誹謗中傷じゃありませんけども、全然ね、嘘の話を、虚偽の話をね、あたかも正論のごとく言ってるような誹謗中傷であるっていうんだったら、じゃあ言ってくださいよって。だからそれがね、全くの正論であって、その根拠に、ちゃんとした根拠に基づいた話であるならば、それ国民納得しますからね。だったらそれ反論しろよっていう話なんですけども、一回も、この4年間、一回もそれに関してはね、反論のハの字もありませんでしたからね。で、アメリカに頓挫したって話だからね。ただそれ自体おかしい。それに対してですね、週刊誌、なんかガセネタの週刊誌でどうのこうのって言ってきてる方がおかしいでしょっていう話ですよね。あとはね、もう一つやっぱりね、先生言われてましたけど、やっぱり例のですね、私も本当にね、この文章何なのっていうふうにね、今で私も読みましたけどね、例の6万字の28枚。A4 版28枚の、新 KK 文書。もうね、まあこれに関しても言われてました。まああの文書の中でね、まあ皆さんも、読まれた方多いんじゃないかなと思いますけども、あの文書の中って結局ね、俺は悪くないんだぞって。なんで俺を悪く言うんだって。悪いのは元婚約者の人だよっていう中でね、あんなもんは実際借金じゃないんだ。うちが、こっちが借金をね、借金を踏み倒すようなことになっちゃ困りますよ。みたいなね、文書だったですよね。結局、要はそういうような文書に関してもですね、結局、渡米する、とんずらする前のですね、2日前、11月の12日から13日に、元婚約者の方とですね、KK 息子が実際に面談されましたよね。で、実際に、解決金を409万3000円払ったっていう話になったことはなったんですけど、それに関して、未だにというか、結局最後の最後まで4年間ですね、元婚約者の方に対する謝罪が一言もないっていう話なんですよね。確かに会見なんかでも感謝はしますけど、でもその感謝はしますっていうね、言葉に関してはなんか頻繁に言ってたっていうようなことをね、会見で言ってましたよね。でも結局それも嘘だったですよね。というのは後から元婚約者の方がね、あれ確かフライデーかなんかのね、記事で暴露してましたけども、そんなこと10年間ぐらい言われたことないとかね。私は電話番号変えてない。そんなこと言われたことないとかね。結局それも嘘だったことが後からバレてますよね。で、そういうような形で、そう結局その感謝の気持ち、あんなものはっきり言ってね、全然嘘っぱちだよみたいなね、そんなような話です。で、だからそういうようなことで、まあ確かに会見の中ではね、そういう感謝のね、もう上辺だけの話はしてるけども、じゃあ実際のですね、この3年間、4年間、元婚約者の方に謝罪の一言でも言ったんですかっていうことに関しては一言もありません。これはどういうのか、それが結局ね、KK の息子の化けの皮を剥いだですね、そういうような本性なんですよ、っていうようなこともね、まあこれもね、先生言われてますけどね、私も、そうだそうだって聞いてましたけど、17、8分ぐらいの、19分ぐらいかな、の動画です。ということで、今回はね、なんかね、毎回ちょっと言ってますけど、別に上野先生から頼まれてるわけでもありませんし、私が勝手にですね、また正論言われてるなと思って、皆さんにも、ぜひですね、ご覧になっていただいた方がよろしいんじゃないかということで、
決して別に宣伝はしてるわけじゃありませんでも本当に言われていることは毎回毎回正論のことを言われております。ぜひね、あの URL また概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってください。今回ももうなんていうかな、バッとね直球で正論を言われてます。ということで今回ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画を楽しみにしてください。失礼します。それではバイバイ。